白い羽の若いお母さんが卵を産み、2羽の可愛い赤ちゃんが帰りました。数日が経った時、赤ちゃんの発育状況の確認のため、巣の中を覗いてみると、元気な赤ちゃんは私の方を見てくれました。上の子はしっかりとしていて大丈夫そうでしたが、下の子はすぐにペローシスだとわかりました。下の子が動きやすいように柵のあるお家に引っ越ししました。白い羽のお母さんも青い羽のお父さんも、お家が変わって来てくれるか心配だったけど、警戒しながらも子供たちのお世話をしてくれてよかった。子供たちも初めは怖がったけど、すぐに慣れてくれました。次の日、下の子のペローシスが矯正できないか、医師に相談しました。医師からは、関節が変形しており、テーピングだけでは矯正できるか難しい、と言われました。私が見ても関節が変形しているのがわかりました。手術して矯正する方法があるようですが、うちにはのぞみというペローシスの子がいて、ペローシスの子を育てる環境が整っていたので、無理に矯正せず、ありのままで育てることを選択しました。私はこの小さな子を、つぼみ、と名付けました。お父さんとお母さんは子供たちを大切に育ててくれました。つぼみにもしっかりご飯を与えてくれました。しかし、数日が経った時、お兄ちゃんとつぼみを比べて、つぼみの成長が遅かったのです。つぼみに与えるご飯の量が足りていないことがわかりました。早速、つぼみに差し餌をしました。顔にご飯がつくぐらい、たくさん食べてくれました。そして、眠りにつくつぼみ。満足してくれたみたいです。数日が経って、自分でご飯が食べれるようになりました。お母さんも、お父さんも、つぼみに、たくさんご飯を与えてくれました。こうして、つぼみは少しずつ大きくなっていきました。一方、お兄ちゃんは順調に大きくなりました。つぼみと添い寝をしてくれる優しいお兄ちゃんです。そのお兄ちゃんも外の世界に興味を持ち始めました。そして、お兄ちゃんは柵をよじ登り、元気に巣立ちました。お兄ちゃんは今、他の子も怖がらず、元気に飛び回っています。お兄ちゃんがいなくなって、一人ぼっちになった、つぼみ。この時から、お父さんも、お母さんも、つぼみのお世話を、やめてしまいました。そして、つぼみは、泣かなくなりました。自分でご飯を食べれたけど、差し餌を続けました。ご飯の食べ方も上手になりました。両親もお兄ちゃんも突然いなくなって、一人ぼっちで不安と寂しさがあったのでしょう。お父さんやお母さんの代わりはできないけど、私のできることをしました。つぼみが大きくなって、元気に飛び回れるように。数日が経って、つぼみは元気になっていきました。柵を使って、自分で立とうと頑張りました。飛ぶ練習も、一生懸命、頑張りました。
みんなと一緒に飛べるように頑張りました。頑張ったら疲れちゃったけど、今努力した分、苦労した分は必ず報われるから、必ず幸せになれるから。それから数日後、柵をよじ登るつぼみ。毎日頑張ってきたつぼみは立派に飛び立ちました。私の手に飛び込んできたつぼみ、いっぱい頑張ったから僕を褒めてと言っているようでした。お兄ちゃんが巣立って14日遅れての巣立ちでした。今つぼみは家族や環境になれるように練習をしています。いつか頑張り屋さんのつぼみが大輪の綺麗な花を咲かすように、私は見守っていきます。